看護師役を演じさせていただきました浦田優と申します。私は映画やドラマや舞台、CM などで、女優のお仕事をさせていただいております。あとペットシッターというペットのお世話をするお仕事も普段しています。あとボランティアで猫の保護活動もしておりまして、今お家に僕よいしょ、眠そうなんですけど映画を見てもらっていただいた感想ですけれども、まあ、上映会をやった時とかもそうですけど、やっぱりお客さんみんな感動されていて、まあ私も上映会で作品をようやく大きなスクリーンで見させていただいたんですけれども、やっぱラストには涙あり、その前はまあいろいろなね、どの登場人物に自分の心が持っていかれるのか、まあいろいろそれぞれだと思うんですけど、やっぱりみんな共通して言える感想といったら、やっぱりね、最後に感動が待っているというところは共通しているんじゃないでしょうかね。あと、もう私の知り合いとかの感想ですと、まあ単純に、まあ私が、まあナース服を着ているわけですよ。ゆうちゃん、ナース服いいねっていうのは、まあ、いろいろ言われたかなって思います。撮影後に感じたことは、キャストさんもスタッフさんもとても優秀なメンバーが集まりまして、やっぱりお芝居がとてもいいっていうのもそうなんですけれども、撮影当日、もうあっという間にもう段取りよく終わって、あ、すごいってもうそんな素晴らしいね、メンバーで作った映画だったら絶対素晴らしいものができるなっていうのは思いましたし、あともともとこの脚本もすごく最初に読んだ時から素晴らしいなって、もうこう読んでいて絵が浮かぶんですね。で、もうそういういい脚本といいスタッフキャストと、まあみんなで作れた映画なので、いや、これは絶対に素晴らしい映画になるんじゃないかって、まあ、それこそ映画祭だったりとか、まあ、何かで評価を受けるような作品になるんじゃないかっていうのは、実はその撮影終わってからはすごい思いました。